じゃあこんにちは。さあ、感謝企画、感謝企画、はい、後編ということで、はい、前回はね、原監督で終わりましたけれども、はいはい、その次です、真中さんと小村さんです、はい、あれはね、はい、ある番組でちょっと一緒になったんだよね、はい、それでちょっと撮らせてよって言って俺セカンドチャンネルにする予定だったんだよ。あ、そうなんですか。でも話が面白いからチャンネルに上げようって言って上がった企画だったんだけどさ、はい、やっぱりね、マラガとロンタってすごく協力してくれるんだよね、うん、だすごいありがたいなと思って、いつでも「ああいいっすよ」とか言って「何でもいいっすよ」とか言って2人とも、はい、すごく感謝してる。うん、で話も3人が噛み合うしね。もうそもそもが話してないし、もうね、いじり倒すし、だからなんていうのかな、すごく番組に貢献してくれたというかね、うん、まあ、そんな感じがして、いい意味で3人とこうリラックスした表情で撮れてるっていうのが、ね、そう、うん、だから今年の振り返りをね、はい、ちょっとしたんだけど、即興で撮ったやつがまあ、皆さん興味あって見てもらってね、すごいありがたい動画になったけど、二人に感謝だよね。まあね、野村とかは昨年もうなんか出てくれて、なんか助けてくれてみたいな、だからすごく感謝してます。ありがたいですね。ありがたい。続いては岩本さんです。ガンちゃんね、はい、ガンちゃんは精神的に来るねこのね、リーツというよりもなんかすごくあいつは気持ちを大事にするタイプだから、はい、なんかこう聞いててもスカッとするし、うん、言葉が切れるというかね、はい、うん、表情からもすごいパッションというか、わかりますよね、うん、すごいこう熱量というのが、だから技術的なことは言えないんだろうな、なかなかだからいや持ってると思うよ、はい、持ってるけどそれを超えたハードがあるというかさ、まあ、そんな感じでこう気持ちで押してくるよね。人間に対する愛情というものをすごく感じます。ああでもね、ガンちゃんはね、人の悪口相手の口から聞いたことないんだよ。そうなんですね。そのぐらいこうなんていうの、言葉を大事にし、うん、気を使ってるというね。そうなんです。あと印象としては、でも言った言葉で傷ついてるけどね、人はね、たまにねたまにか傷ついてることはあるわけ、自分が傷つかないだけで。だけどあの暑さがなんか全てを通してしまうというか、なんかこう流してくれるというかね、そういうことね。まあ暑いやつだよね、はい、で岩田さんです。岩田はねやっぱ幅が広い、見方が。例えば解説するにでもテレビの画面がこうあるとするじゃない、はい、ね、野手の足がここに映ってるとするじゃない、この足の動きが違うっていうふうに言うぐらいよく見てるよ、周りを。周りをなんですか。やっぱ内野手なんだなと思うね。これは何かの、この内野手のこの中のスクリーンのこの足を見てて、あ、これはなんかサインをピッチャーが見落としたなとか、そこまで読んでいくタイプ。面白い。いや面白い面白い。面白いですね。まあ、やっぱこれは内野出身だなって思うよね。豊さんもやっぱり内野だから、そこはこう分かる。分かるね。まあ、それとやっぱり印象的なのは、やっぱり二遊間を組んでた荒木のことを熱く語ったこと、まあ、これがやっぱり印象的だよね。そうですね。だからこそあの荒木コンビが生まれたんだね。日本でやっぱり一二を争うようなコンビだったよね、二遊間ではね。でちょうどあとこの出てくださった時期がプレミア12の前だったので、そうそうそう、忙しい中でもいろいろね、答えにくいことも答えてくださったり、答えにくいことは答えてないけど裏で答えてくれてたからいろいろね、うん、ここでは話して、いやまあね、ああいうユニフォームを着るとやっぱストレスの塊になるよ。言いたいことも言えない、ね、うん、思ってることも通らないという、うん、ね、いろんな葛藤がある中で我慢しながらやってるというね。でもその我慢が実って世界一になって帰ってきたというね。すごいですね。まあ、そういう話も聞けたしね。そうです、ね、まあ、聞けたというか織り込まれてるしね、はい、そして宮本さんです。まあ、深夜はやっぱり岩田とよく似てるよね。似てましたね、うん、似てるけどなんかこう辞めたばっかりでさ、はい、なんかこう遠慮しがちで喋ってたよね。もっと
彼のいいところっていうのは、うん、もっと言葉に切れあるし、ストレートに来るんだよね、うん、だからそこら辺をもう一度読んで出させてやろうかなって、うん、前回引き出そうかなって思って、ね、喋れなかった、うん、やめたばっかりだもん。そうですよね、いろいろね、言えないこととか言えないこととか、遠慮してることとか、うん、まあ、きっとあるはずだから、うん、それをこう、吐き出す、はい、なんか、もう一度呼びたいなって思うよね。そうですね、うん、そして、あの、元女子プロ野球の磯崎さん、磯崎かな、はい、これプロ野球なのかなって思うぐらい、うん、なんかこう、女性を感じる、ふわーんってふわーんとしてたよね、うん、豊さんの、いや、もっとこう、クマみたいな人が来るのかなと思ったよ。ちょっと待って、クマっていやいや、なんかプロってつけばさ、男だろうが女だろうが、誰がなんかクマみたいな感じっていうかさ、なんかたくましいね、たくましいというか、なんか太もももすごいですよみたいな。でもなんかしっかり女性だったよね。まあ引退したせいかもわかんないけど、そうですね、まあ強度の子はあれ、また女子プロ野球を盛り上げなきゃいけないというね、はい、盛り上がってほしいという思いでね、うん、読んだんだけど、まあ、しっかり女性をしてたね。そうですね、うん、だから女性らしさしか言ってない。いやいや、だから俺はクマみたいなイメージしかない。なんでクマなの。いや、クマ、うん、まあだけどやっぱ大変なんだなっていうのがよく伝わったしね。そうですね、だからもっとこうなんていうか考える余地がたくさんあるなっていうことは聞いてて分かったよね、うん、そうですね、うん、であの今後もあの野球にはちょっと携わっていきたいというので、ね、今後のなんか動向とかね、うん、先もちょっと気にしていきたいですね。まあそうだね、はい、そして大魔神佐々木さんです。佐々木の時はトラブルあったなこっち、うちわでなあ、うちわでちょっとトラブルあったからさ、カメラ持っていけなかったんだよね。そうなんです。本当申し訳ないことを佐々木さんにはね、ね、途中でカメラ買おうって言ってたんだけどさ、行く場所間違えてさ、そんな時間もなくなっちゃったしさ、あの日は朝からね、本当不運でしたね、トラブル続き。でもさ、この携帯って優秀だよ、このカメラ。プロ、iPhone プロ、うん、だって、普通のデジカメで撮るよりは、画像がいいんじゃないかっていう、コメントがすごかったですよね。だけど佐々木はこうやって取られるとちょっと仕上げるよね、やっぱりな。一流の選手ですもんね。だけど佐々木が言ってくれたのはさ、はい、今度飲みながらやろうよって楽しくって言ってくれたのが嬉しかったな。登録人数が何人でしたっけ。22万人そうです。行ったら出てくれるっていうからね、はい、もっとざっくばらんにいろんな話しましょう。そうだね、はい、でもその中でも2本やっぱしっかり取ってくれてね、そうです、ありがたかったな。やっぱメジャーも経験してるし、あのいろんな話が、はい、馬の話も聞けたし。そうですよ、うん、もっともっと持ってるからね、あいついろんな話を。 あと豊さんのね、いろんな、まあ、あの言えない話とか、ね、はい、されてたので、もっとね、このお酒飲みながら、いや、もっともっと深い話をしていきたいよね。したいです、したいです、はい、まあ、いろいろネタ持ってるから、俺の俺も持ってるし、お互いにね、じゃあどんどん出していただきたいですけれども。 そして現役の監督がいらっしゃってくださいました、はい、辻監督です。いや、素敵だったね。いや、本当に素敵な、もう一言です。やっぱ野球を考えてずっとやってきたし、やっぱ強いチームはこうでなきゃいけないということが奥深く聞けたよね。聞けました、ね、だから野球に対して真面目だし、ただ選手の時のその真面目な話とか考えてたこと、そういうことがすごく動画の中でも反映できたし、 でも監督としてその真面目だけじゃダメだということも、今はこうじゃなきゃいけないということも聞けたしね。まあ時間が足りないぐらい話が盛り上がり、そうだね、楽しかったね。楽しかったですね。 あとはもう皆さんコメントを見ていると、こういう方のもとで上司で働きたいだったり、西武のそのチーム選手たちは羨ましいとか、 あとは辻監督の今までの見方が全然変わりましたとか。そうだね、そう、辻監督の株が上がったね、急に上がったね。もう感謝されなきゃいけないんだ。そうですね、なんかね、いや本当にでも出すだけみんな出てくれたけど、はい、こんな上司だったっていうコメントは多いよね。一番多かったですね。やっぱり引き出しの仕方違うか
もうそこ言えよ。あ、そうですね。俺が、いや、そうじゃないよっていうのが一番綺麗じゃない。そうです、ね。俺が言って俺を落としてどうするの。そうですよ、やっぱり水高さまっての。いやいや、もう遅いっ。遅かった。そして、はい、爆笑になりましたけど、かけさん。かけさんは楽しい人だわね。だから、かけさんの持ってる世の中のイメージって、はい、あのやっぱり阪神で4番を打ってて、笑いもしない、うんね、ちょっとキザっぽい加計さんがやっぱ脳裏にあるんだろうね。だけどもう素だね、加計さん、こないでもないの。そんなことだって大橋巨泉じゃないかって書かれてるんだから。いや、俺もそのコメント見て、あ、確かにとか思っちゃった。確かにね。でもね、加計さんも、はい、あの電話いただいて、動画の後、後日、はい、あの三田が、うん、ありがとうなっつって、うん、いや、みんなの評判すっごくいいよって。ね、かけさんの評判なのか、うん、俺のチャンネルの評判なのかわからないにしても、なんかかけさんを興奮して電話をもらったの。よかった、あ、嬉しいですね。あのチキチキだっけ、カチカチだっけ、なんかお好み焼き屋さんがパチパチ、あ、パチパチだっけ。で、あれも使ってくれてありがとうなとか言って、ね、宣伝最初松村さんかなと思って、かけさんから聞いたら、いや、かけだよとか言って。本物でしたか。でも加計さんも次はそのパチパチでお好み焼きを食べながら、ああ、そうそう、豊か話そうよっておっしゃってくださったので、そうそう、もうその時に言ったのは、はい、江川さんは呼べませんかっつって。江川さんとの対談聞きたくない？めちゃめちゃ聞きたいです。そうでしょ、はい、やっぱライバルで巨人のエースが阪神の4番、はい、この対談を俺が聞き出すみたいな。聞きたい、ね、聞きたいでしょ。いや、あの一ファンとして聞きたいです。そうですよ、加計さん、はい、持ってませんかって言っといたから。じゃあもしかしたら、まあ、来なかったら加計さんの力だ。また耳出してるし、まあここはじゃあね、楽しみに。でも加計さんは素敵な人だね。そうですね。あのなんかいい年の取り方をしてるというか、うんうん、なんかそのなんかプライドがこうすごい高い時期があって、やっぱ自分を見つめる時期があって、なんかこうギャップがすごい素敵な人だよね。またぜひ、なんかすごく出たがってるんだよね、番組に。YouTube にですか。うん、まあ、ぜひぜひ。じゃあなんか定期的にいただきます。多分ネタ切れるからね。ちょっと仕込んでもらえとかないと。加計さんね。で、話がもう止まらなかった真中さんです。また再び。なんかも使いやすいね。いや、そんなことないです。話してくださるんですよ、たくさん。もう勝手に話すからね、ほっとけば。ほっとけば。ほっとけば。いや、でもそこはまあね。でも、結婚の時に、なんていうの、これ今オフシーズンで結婚の時期じゃない、はい、野球選手がね、うん、で結婚を機に真中もレギュラーになっていきみたいな、うん、だそういう内情の子の話とかもすごく印象に残ったし、うん、なんか結婚式挙げてキャンプ前日かなんかに監督と電話して、実は腰が痛いと、ヘルニア、とてもじゃないけど一軍のキャンプについていけないと、はい、だから二軍スタートにしてくれとか、お前バカじゃねえかっていうようなありましたね。そういうことを赤裸々に話してくれたというね。そうですね。あ、だから真中って本当になんかこうオールマイティーという器用な人間だから、はい、いろんな場面で感情をこう自分の中に蓄えたりというかね、だからいろんな話についてきてくれてすごく助かるんですね。そうですね。あの前編後編に分けてお届けしてきましたけれども、はい、本当にいろんな方々がゲストで出てくださって、はいはい、豊さんがね、直にちょっと出てよって言って、皆さん誰かをね、通してとか候補通してとか、まあ、あったんですよ。皆さんその豊さんだから出るよって言ってくださった、そのやっぱり人脈っていうのはすごいなって思います。最後に上げてくれたんです。最後に上げるために撮ってたんだな、途中は。これまで。いや、でも昔からでもね、豊さん知ってる人みんな思いますし、やっぱコメントでもね、これはもう地上波以上のものだよねっていうのを皆さん書いてくださって、楽しみにしてくださるの嬉しいですね。まあそうだね。うん、でもぼちぼちね、はい、チャンネル出させてくださいよとか、はい、そういう声も聞こえるようになってきたから、うん、だからまあ、いろんな人の、いろんないい話を引き出したいよね。これからそうですね。はい、まあ来年もね、はい、頑張りますので、はい、よろしくお願いします。今引退して、まあもう二軍監督としてスタートしてるけど、どんな感じ？まずキャッチャーとして、
やっぱ対戦したい、嫌だなと思ったバッター3人、